はい、今ねどこでいるかっていうと、ポーランドのことをクラクにいます。クラクの聖マリア教会、聖マリア教会の前にいます。ここは広場になっている、中央広場になっているんですけどね、ここはまあ欧州で最大と呼ばれています。一番で、この広場の周辺が、まあ、レストランがあって、夏場とか暖かい時期に行くとなるとテラス席が設けられるので、テラスでね、食事するのが最高としてね。で、今からちょっとね、いろいろとこれは散策してます。まずは聖マリア教会ということで、あちらありますよね、まあ、昔からのすごく大きな教会です。で、ここが広場のところがあるんだけどね、で馬車が走ってます。基本的に、女性がね登場してますけどね。こういう形でこっちが、テラスレストランになってます。そっちレストランってそのテラスと思うって感じですね。で初日はここで、食事を、したんですけどね、なかなか良かったです。でこちら見ていただくと多くの人々がいます。まあ、多くの人々の憩いの場になってますし、観光客の人が多く来る場所でもあります。でこういう形で今勧誘してるわけだけどね。どうしたの、すごいなんか立派ですね。これもお金が、まあ、いくらかかるの、30分の1時間でかかるんですけどね、ぜひちょっとこの馬車乗って雰囲気を味わいたければ乗ってみるといいかなと感じします。ではこんな感じですけどね、ここら辺、まあ、通りがいっぱいあるんです。だから通りが本当に四方に、四方もっと八方かな、八方にありまして、こういう道がね、それぞれの道にお店がありますのでね、散策してみるといいかもしれません。時々迷うんですけどね、皆さんが例えばやったらホテルとかどっちの方かわからないですけど、これを起点にするといいです、マリア教会ね。でそれを起点に後ろなのか前なのかっていう感じでやっていくと分かりやすいと思います。まあいいですね、やっぱビールですね、暑い時はビールで、全然ビールで回っておりますよ。で今この子は交渉中ですか。結構可愛い子がね、いるんですよ、場所がね。でたまに左右側見て不老者の人いますね。結構この周辺の周りにこうやるの、結構不老者、大阪で西成みたいな感じになってました。